満鉄調査部は1907年に設立された南満州鉄道内の調査機関である。なお、満鉄内の当該部局の名称は時期によって調査部、調査課、調査局などと異なっているため、ここでは諸部局の活動を一括して述べる。1906年に南満州鉄道が発足した翌年、満鉄調査部が設置された。 当初は満鉄の経営のための調査をはじめ中国、東北地区などの政治、経済、知識等の基礎的調査、研究を行ったが、その後の日本の中国進出の拡大にこうしてその対象を広げ、中国そのものを対象とした本格的な調査研究も行うようになっていった。他方、多数の調査スタッフを必要としたこともあり、日本国内で活動の場を失っていた、 多数の自由主義者、マルクス主義者などを取り込むようになり、やがてその活動は、軍部の忌避するところとなって二度にわたる弾圧事件を受け、活動を縮小した。満鉄調査部は、当時の日本が生み出した最高のシンクタンクであると、しばしば形容される。日本の敗戦と満州国の消滅により、満鉄が消滅した後も、満鉄調査部出身の調査員でその後の日本の、 政財会や学会で活躍した例は少なくない。変わったところでは歌謡歌手の庄司太郎がいる。調査部の名称は満鉄内部の複雑な組織再編により一定せず、また、東は経済調査局、経済調査会など、本来の調査部以外の満鉄内調査機関も一般には講義の調査部とみなされている。従って、ここでは協議の 調査部以外の満鉄の調査機関についても特に断らない限りは調査部の名称で一括して言及することとする。調査部は満鉄初代総裁、後藤新平の分層的部備という満州経営構想のもとに設立された。彼自身の言葉を借りればその内容は分自的施設をもって他の侵略に備え一旦関急あれば無断的行動をタスクルの便を合わせて 工事を置くことであり、満鉄における調査活動は、鉄道経営、産業開発、付属事業政と並ぶ、四大業務の一として位置づけられた。創立初期に発足した、満鉄の調査機関としては、調査部以外にもとは経済調査局、満州及び、朝鮮歴史地理調査部、中央試験所、地質研究所がある。1917年のロシア革命の勃発は、 ロシア極東地域及びそれに隣接する満蒙地域へ日本が勢力を拡張する絶好の機会とみなされた。これに伴い満鉄調査部では調査家ロシア係主任の宮崎正義を中心にロシア満蒙地域の研究が盛んに行われた。その結果満鉄調査部はロシア研究のメッカとみなされるようになり1910年代末には 多くの帝国大学卒業者が調査部に入社するようになった。1919年に東京帝国大学新人会の中心的活動家だった佐野学部が調査部入りすると彼の影響を受けて伊藤武雄などが多数入社している。また大川秀明や笠木、義明吉などの地に右翼団体に地社結成に向かう人々もこの時期に調査部入りしている。 1932年の満州国成立に伴い、満鉄は関東軍から満州国の経済政策の立案を要請されるようになった。この受け皿として作られたのが経済調査会であり、協調は東郷新次委員長の下宮崎正義を中心に佐々木義武らも加わり、単なる調査機関にとどまらず政策立案機関として、 関東軍の手足となり活動することとなった。この協調で活躍したのが後に、満鉄事件で連座する大上末広などの新人社員であり、彼らは1933年から満州経済年報の編集に関与して、合作者政策による農村救済や満州産業開発永年計画を主張し、協調派もしくは年報派と称されるグループを形成した。 満州国の政策立案が一段落すると、協調は日本軍による分離工作が進行していた河北地域の調査活動に次第に重心を移すようになり、1936年には産業部に改変、ついで調査部と解消された。1937年の満鉄改組に伴い、社内での調査業務の比重が大きくなると、 松岡洋介総裁の構想に基づき1939年に、東亜経済調査局、北市事務所、上海事務所調査課、中央試験所、万毛資源館、大連図書館などが調査部に統合され、いわゆる大調査部が発足した。この体制の下で、品港戦力調査をはじめとする一連の総合調査が実施されていった。大調査部発足の前後から、 調査部では大幅な人員増強が図られ、思想的前歴者すなわち左翼運動からの転向者が即戦力として大量に入社することとなった。石動機義シはその代表例である。多くの場合調査部内の資料下に配属された彼らは外来派と称されるグループを形成し、総合化を拠点とした。 戦術の協調派との間で日中戦争の認識や満州社会の変革の展望をめぐって激しい論争を展開した。やや時期は遡るが、満州経済年報に大上末広が講座派の方法によって満州社会を分析した論文を執筆し、それを鈴木小平が批判したことをきっかけに始まった満州経済論争の背景には、こうした。 対立関係があったという見方もある。以上のような調査部でのマルクス主義的方法論の浸透を満鉄マルクス主義と呼ぶことがある。調査部員の多くは1942年から1943年にかけて起こった二次の満鉄調査部事件で関東憲兵隊により検挙された。この結果調査部の機能はほぼ失われ、第二次検挙直前の43年5月に、 調査局に改編されて大幅な活動縮小を余儀なくされた。調査部は廃線による満鉄解体を待たずして事実上解体されたと言える。とは経済調査局発行の雑誌については当該項目を参照のこと。元調査部員による改想は戦後早い時期から現れているが本格的な調査部論としては中央公論1960年12月に 発表された小玉大蔵の広く満鉄調査部が最初期のものである。この論文は調査部が自由主義と植民地主義の二つの性格を持ち、軍への協力会中で内部に対立が存在していたとしている。これは現在広く流布している満鉄調査部のイメージの原型を形作ったとものであると言えよう。さらに左翼知識人にとっての 自由な楽園という、いわば、調査部神話を定着させたとされるのが、1964年に刊行された伊藤武雄の満鉄に生きてであった。伊藤は、満鉄経済調査会に属するなど、調査部の主流にいた人物だった。このような調査部の神話化に対して、反論を加えたのが、やはり元調査部員で、暴流の資料家に属した。 石戸清林やの野村和夫であった。彼らは、協調派、外来派も含め、満鉄マルクス主義の非実践的な側面に対し、会議を表明した。満鉄調査部は、終戦とともに、消滅の運命となったが、その構成員は、戦後の様々な分野で活躍することとなる。産業界、学術界、政界、特に政界は、左右問わず、人材を排出した。 例として、1946年には、元関係者によって、九州経済調査協会が結成されている。なお、1958年には、満鉄調査部の手法、組織の影響を強く受けた、通産省所管の財団法人アジア経済研究所が設立されている。ありがとうございます。